この方が知らねえよ。何回目だよ、マジよ。けどさ。山根はなしたがいるから、向こうからもう、そしたらもう、割りでいいよ。ああ。ああ、ボット。ありの。覚えてんの？あら、でも、牛とかなのかもしれない。マジ、覚えてる？悪いと。オイルオーバーと多分あれやってる。売れないから。マジかよ。出ろよ、まだ。
大変だよ。どうしようよ。だって弱音話ながらいるからさ、立て直しが引かなくなる。これ以上で疲れるわ。マジ疲れるし。絶対やばいって。あ。でもなんかこう、こういうのおもろいよね。ゲームとしては成り立ってるよ。あの、おば、あの、鬼ごっこゲームとしては。何の働きもしてないからな。この状況で回せないんだよ。弱音はなしがつけてる。本当弱音はなしがつけるやつにまともなのいないもんな。やばないもん。外れて回せねえんだったら、つけてくんじゃねえよっていうワンパンになるようなの。誰も協力しねえんだよ、もう。あれ。弱音はなしだが、マジでムカつくから、あいつだけなすりつけてやるから、もう。こいつ発電機回さねえから目が悪いけど、もう許さねえから目が生き残れよ。
絶対許さねえから、お前。弱音はなしだ、突き止めてやるから。くよ。マジで発電機も触んねえで。突き止めてやるから。この野郎。この悪質サバイバー許さねえよ。どこに隠れてこいつ、また目的はもう勝利じゃねえから。デビッドだけ潰す。許さねえ。メンガはサボっていい今日は。こいつだけは許さねえから、もう。とか負けると。だけはマジで許さねえ、このデイビッド・キング。こいつだけは許さねえ。全世界の奴がみんな思ってれば。こういう時って、いう時、怒りそう。やがったまえ、回せよまずよ。目の始めから回せよまず。頑張らずに頑張るか。まだね。なんだよこれ。
終わらせない気だろ、多分。じゃあもうやめようかな。もう時間ないな、マジでよ。なんだよ、さっきからよ。さっきからなんだよ。無させないようにしてんの、この二人で。食べたんだけども。時間もったいねえし、つらねえし。振らねえようにやってるっつうなら、俺も、終わるよ、俺も。いや、もうゲームになってねえから、もういいな、もう。なのに、デイビッドは全然働き回さないんでしょ、もう。これ繰り返しじゃねえかよ、もう、ずーっとよ。北星人も起き上がらせんだったらもう終わり。続きなしだね。誰だ？マジ？ああ。マジでこいつ、あれなんだよ。弱音話したからマジでめんどくせえんだわ、これよ。俺の連発しやがってるしよ。マジで8戦もめんどくせえっていうよ。マジで8戦めんどくせえんだけど、こいつ。やられて8戦しろよ、まずよ。ムカつくわ、これよ。で困るわ。どうせこいつ不滅で回復すんだわ。マジでめんどくせえんだわ、不滅で回復するから。不滅で回復しやがるから、マジでめんどくせえんだわ。で、釣らないから、もう。なんだわ、もう。ほら。ほら、マジでめんどくせえんだわ。マジでほんとめんどくさい。三人目がもうハッチでやってくれないっていう。で、どうせこいつのことだから、キラー、攻撃をしてくる。上がりきってたか。そうだから、できるよ。がつくんだわ、マジでよ。誰かが捕まっておりゃいいのに、こんなやつだが、こんな、こんなやつと戦わなきゃいけない。梅津でずーっと起き上がってくるんだわ、もうめんどくせえんだわ、もうハッチせんのかよ。なんか終われって感じ。終わんないな。こいつ、倒しても倒しても釣れねえから釣れねえの繰り返し。
マジでもう通報するわ、こいつもう。気分が悪い。マジでこんな奴が一番いると一番困るんだわ。疲れんだけど、早く捕まれよって気絶しても起き上がってくるんだぜ、これ。本当にイライラするよ。ハッチ戦も考えられねえから無理やりな救助するでしょ。だから多分ハッチも考えらんねえんだ、このタイプ。本当いらねえと思ってるまで時間かかるじよ。一番いらねえだろ、これは。くせえよ、まず捕まれよ、まずよ。早くどっちでもいいから捕まればいいんだよ、めんどくせえよな、まず。ドラマに入りたいんだけども、キラーもおもんないだろ、俺も。俺も早く自首したいんだけども。最悪なパートナーと3人目っていう。地獄。ことで、マジで地獄。別で倒れても終わんないし、吊るせもくれねえから、ハッチ戦だとマジで邪魔。本気でハッチ戦だと邪魔でしかない。何やってんだ俺たちは。隠密の訓練さんだな、みんな失礼してる。こいつ不滅使うんだろう、地獄だろう。あーじゃねえよ、ほら学習したみたいな
笑わせる展開。そこにいればいいんだよ。不可能性不滅使うから。出すわ。そこにいればいいんだよ。簡潔に言うと。ほら。だから、キラーにヘイト買うような行動取ってんじゃねえよって話だよ。ボイルオーバーとかさ。だから、こいつだけは許せねえなってんだろ。俺のことなんかどうでもよくて。はっ。はっ。はっ。笑う。ああ、ようやく終わる。ようやく笑いの場が終わるわ。まあ、面白かったわ。これがヒロちゃんデッドバイバーススーパース勝てるぞ俺成功法も逆境も強い女神が惚れるプレイヤー勝利の女神に愛されているプレイヤーそしてデッドバイのサバイバー女性軍団が惚れるプレイヤー勝利を呼ぶプレイヤー強いんじゃない上手いんじゃない脱出するここの一点に全て特化してるプレイヤー。これがヒロちゃん。勝利を呼び込むプレイヤー。厳しい戦いだった。最後は学習したみたいだな。うん。ああ、疲れた。惜しかったのは、やっぱりヒロちゃん正義が勝つ。求めているのはヒロちゃんのデッドバイは楽しい。面白い。思い表せながらそれでも勝つさ。あんまりやるもんじゃないけど、あっちの3人目がマジでめんどく